ノルトハイム。ノルトハイムは、ドイツ連邦共和国バーデンイコール、ビュルテンベルク州、ハイルブロン郡に属す、町村、以下、本校では便宜上、町と記述する。ノルトハイムは、ハイルブロン郡南部ツアーバー号に位置し、ハイルブロンの南に隣接する。この自治体は、西は、ホイヒエルベルクに、東は、ネッカー川の古い川筋に接する。ノルトハイムに隣接する。 市町村は、東から時計回りに、ハイルブロン、軍独立市、ラウフェン・アムネッカー、ブラッケンハイム、シュバイゲルン、ラインガルテン、以上、ハイルブロン軍である。ノルトハイムは、ラウフェン・アムネッカー、ネッカーベストハイムと、行政共同体を形成している。ノルトハイムは、ノルトハイム地区とノルトハウゼン地区からなる。ノルトハイムの町境付近には、現在はなくなったが、 ヘイテンスバッハ、クリンマーディンエン、シェイヒャーハウゼンの各地区があった。ノルトハイムの起源はフランク人の時代に遡ると推測されている。この村は823年に初めて文献に記録されている。1380年以前にはビュルテンベルク領となり、1803年までこの両方の北の国境となっていた。年までこの村は、 オーバーアムト・ブラッケンハイムに属し、オーバーアムトは当時の地方行政区分、その後ハイルブロン軍に移管された。三十年戦争でも十七世紀末にもノルトハイムは戦火によりほぼ完全に破壊された。千八百十年の大火では四十七件の住居と教会が犠牲になった。ハイルブロンに近く千八百四十八年に鉄道が開通したことにより、 それまでの農業中心の村は徐々に住宅地として発展していった。ブドウ栽培は昔と変わらず現在も重要な役割を担っている。ノルトハウゼンは1700年にピエモンテ、キゾーネ渓谷のメンタ及びウッセアウズから追われた200人のバルドー派の人々によって新たに創設された。創設後、ノルトハイムやハウゼンアンデアザーバー、現在は ブラッケンハイムの一部との境会の確定が行われ、この時、この新しい村にノルトハウゼンという名が付けられた。ノルトハウゼンは、ハイルブロン軍内では最も新しい時代に創設された村であった。1975年にノルトハウゼンは、ノルトハイムと合併した。ノルトハイム及びノルトハウゼンにはそれぞれ固有のプロテスタントの教会組織がある。 ノルトハウゼンのプロテスタント教会は、もともとはバルドー派の教会組織であったが、19世紀にビュルテンベルクの地方教会組織に編入された。ノルトハイムには新シト派教会も存在する。カトリックのキリスト教徒は、ハイルブロンイコールベッキンゲンシクのイキリアン教会に属す。ノルトハイムの議会は、18人の議員からなる。ノルトハウゼン地区には、地区議会がある。 図柄、金字に外された青いスキヘラ。旗は青金である。1518年の現存する、この街の最も古い印象には、スキヘラとその下に横向きの鹿の角が描かれており、鹿の角はビュルテンベルクの紋章。1618年の印象でも同じ図柄が用いられている。1724年の印象では、鹿の角は スキヘラが描かれた縦型の上に描かれている。その後の印象からは鹿の角はなくなっている。1684年の紋章にもスキヘラだけが描かれているものがある。紋章の色は1935年のビュルテンベルク文書局からの提案に従い採択された。紋章と旗は1963年3月4日にバーデンイコール。 ビュルテンベルク州内務省の認可を得た。ノルトハウゼン地区は街道庁の佇まいである。メインストリート沿いに18世紀から19世紀に小さな農家が作られた。街道から離れるに従って新しい住居となる。歴史的な建築物の中で教会と旧町役場が際立っている。ノルトハイムには屋外の光線がある。毎年夏に 町の中心部にある町役場広場で3日間のパークフェスタが開催される。2003年から2005年まで花とガーデニングの展示会、ノルトハイム花の夏が開催され、多くの来訪者を集めた。2003年の展覧会は地方ガーデニング博覧会、グリーンプロジェクトの一環で開催された。2006年に花の夏は開催されなかったが、2007年から 新たな催しが行われる。毎年4月の終わりには、ノルトハイムワイン祭が開催される。1990年から毎年5月最初の週末にメイポールフェストが開催されている。ノルトハイムには、フランケン鉄道シュトットガルトビュルツブルグ線の停車駅がある。およそ1時間に1本ずつ、シュトットガルト方面及びハイルブロン方面への列車が発着する。 遠距離道路網、連邦道 B27 号線、B293 号線、アウトバーン A6 号線、A81 号線の出入り口が、ハイルブロンはじめ近隣市町村に位置している。ノルトハイムでの出来事は、日韓紙ハイルブロナー式マの南西部版に掲載される。ビュルテンベルクワイン街道沿いに位置する、ノルトハイムでは、ブドウ栽培が重要な役割を担っている。 かつてのノルトハイムドウ栽培者共同組合は2004年6月にシュバイゲルンのホイヘルベルクワイン製造者組合と合併した。これに対しノルトハイムには独立のドウ栽培者もおり独自のワインを販売している。この町はビュルテンベルクワインの3地区分ではビュルテンベルクウンターラント地方ホイヘルベルク地区に属す。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。 クリックしてください。